シャドーバース。こんにちは、今日は世界王者の、コーチャーという人が、作った構築の、まあ、今流行りのね、こうディスカードドラゴンっていうものをね、紹介していきたいなと思うんやけども、まあ、今の環境こうドラゴンっていうクラスが一番多いと思っていて、多いというか、まあ、統計的なデータも出てるんやけども、まあ、ランプドラゴンがやっぱ多いよね。まあ、ロイとかね、フォルテとか、まあ、最近はまあ、ギルワーとかもよく見るけども、要はランプ系の構築が多い中で、このね、今、ディスカードドラゴンっていうのが結構流行ってるんよね。で、このディスカードドラゴンの強みっていうのは、やっぱその回復しながら、こう、盤面をね、絶対的に、こう、処理していきながら、顔面を詰めていく。要は、その今、この今の環境において、こう、必要な答えっていうのが最近編み出されていて、やっぱこの回復するっていうのがね、結構最近の環境においては、まあ、重要やと言われてるんよ。やっぱそのラスティナとかね、特にドラゴンミラーが多いことになると思うんやけど、まあ、ドラゴンのやっぱその火力っていうのが本当にえぐくて、まあ、ラスティナで詰めて、でガンダゴーザで、まあ、リーサル決めるみたいないうのが結構多く見られる面で、いやこういう回復カードをねいっぱい詰めることによって、そういうのをケアリングしながら、まあ、打点を詰めていくと。で、ディスカードドラゴンの強いところっていうのは、この大学のドラゴサモナーの効果によって、このゼロコス44失踪とかを展開しながら打点詰めていくと。だから、相手の盤面を処理しながら失踪で殴っていったり、それから、こう、今の環境において、やっぱディスカードドラゴンっていうのが、こう、比較的こう、環境に、まあ、まあ、全然いないっていう状況の中で、まあ、相手の不意をつくじゃないけども、まあ、まさかのディスカードドラゴン。じゃあ、相手こう、私のこの構築がどんな構築かっていうのが、いまいちよくわからんのよ。その全体像がつかめないよね。だからその相手のその不意をつくということで、全体像のつかめない構築を使うことによって、こう対戦相手がね、この予想外の動きを展開しながら倒すことができるということで、本当にもう今だけの期間限定のデッキになってると思うので、まあ今ランクマッチでね漏れない方はですね、こういうまあイレギュラーな構築を使うことによって、まあ非常にねこう勝率というものが上がっていくと。しかもこれ世界王者の方が作った構築なんで、まあディスカの中でもかなりねこう超強力な、デッキやと思うよね。しかもこの満下の法王が採用されていることによって、その法王の定員によるこの、手札のこの切り捨て半分にする能力、要はディスカードドラゴンっていうのはこうドローをいっぱいする構築なんよ。多分そのドラゴン史上最強のドロー総数力を持ってるんやけど、このドローカードをいっぱいする構築に対して法王の定員は、まあ、ぶっ刺さるんで、こう最大限の法王の定員の実感を噛み締めながら盤面も取れるし回復もできるし、さらに、フィニッシャーもかなりね枚数があるし、しかもエターナルホエールも採用することによってしっかりと打点を詰めながら、死後を展開していくみたいな感じで、結構ねディスカードドラゴンが、ね、今流行るだろうと言われてるので、まあ、先取りをね、紹介ということで、ぜひね皆さんにはね使っていただければなと思います。勝ちました。さあマッチングしました。さあドラゴンミラーね、まあ今このドラゴンっていうこのリーダーというかクラスがまあ一番多い中で、まあ今回ねこのディスカードドラゴンの最終形態ということで、まあ世界王者のね方が考案した構築なんやけど、今このねディスカードがね流行る可能性があるって言われてて、圧倒的なる力をもってして対戦相手を秘め潰していく、その強さというものをしっかり秘めてるんよね。で、まずはやることっていうのは、いわゆるこのプレシオサウルスっていうカードがものすごく重要やから、このカードを生かすために、とにかく PP をね、ブーストしていく。で、その中で、この2点のダメージを与えるというのがね、いかにね、自分にとってこう、お前小賢しいな。お前小賢しいな、ほんま。まあ、ここは竜の作戦を、使ってね、ドラゴンサモナーの汁をジューして流動落炉を転現せよ。でね、このゼルガニアがいることによって、やっぱこのラスティナっていう動きをねしっかりと、まあ、貫通させることができるんよね。小賢しいだ小賢しいだああ我が手のひらよソーセージレジェンドは来たり。このねやっぱね、まあこのプレシオサウルスも強いんやけど、やっぱこのねゼルガネーヤっていう方がものすごく強いから、おめえの席ねえからペーン。まあここはプレシオサウルス行こうか、ペーン。
見ろ、糸がゴミのようだ、ドラゴニックオールを。まずは1枚目あ、そして私は右に当てる神の能力を持ってる。ペーンいいね。ねえ、これまあドラゴンミラーやけど、この満月の法王をまあ出すのかどうかっていうところはね、結構そのまあ勝敗の分かれ目になりそうやけども、まあそのまあ相手がこう殴ってきてもこう回復する能力あるからね、例えばこの満月の法王とかね無駄なんですよ、その程度の火力、痛くも痒くもないんだ。小賢しなあ、こんな賢しだ、面白いことをしてくるね。我が手のひらよ、ソーセージレジェンドは来たり。ペーン、おー怖いねおー怖いね。まあこれ竜のちぎりの効果によって、まあ取るってもありかもしれないけど、まあ強気に効果、まあ私にはゼルガネイヤいるからね、うん、やっぱこのゼルガネイヤって言えばドラゴンの子なんかいいとこしか取ってるよね。おーちゃん行くわよ、ペーンそしてお前が次のターンに私にダメージを与えたらゼルガネイヤで回復するということができるわけだ。そしてその4枚の手札で、たかが4枚の手札、やっぱこのカードはその自分の手札がね多くなれば多くなる、この要はそのドローソースのカードが増えるごとにやっぱ強くなっていくから、相手みたいにこうドローできない構築っていうのはただの、タコなんですよ、タコ受ける受ける受けるんだよなお前、うん、俺の方がいっぱいドローできるから、うん、おめえの席ねえから、うん、じゃあ行くぞ、まずは1枚目、ベーン、はいドローしていく、気持ちいい私のこのドローの能力を舐めるんじゃないよまあいろんなタクはありそうやけども、まあここは竜のちぎりをねまず使っていこうか。もうここまで来ればドラゴニックリーチとかいらんからな。まずは1枚目あーまずは2枚目、まー受ける受けるなお前、受けるわほんま。あーで、ドラゴニックコールを使うかどうかないけど、ここちょっと難しいよね。ただまあ、いやこれね、まあ、使う意味がないじゃないよね。でも、打点稼げた竜の助言とかもまあ、使っちゃっていいかなとか、まあ、竜の助言使っていこうか。まずは1枚目。いいね。まあ、自分の手札を捨ててるからね、しっかりこの8枚で温存できるというこの計算テクニック。そういうものもしっかり頭の中で、あ、ロシアの竜、俺のロシアンルーレットを見ろ。お前、小賢しいな。名前小賢しいな。お前なかなか小細いことしてくるやんけ、俺に対してよ。なかなかこの俺に小細いことしてくるやんなあ。お自然カードは、手札にはない感じか。こういう時にどうするかっていうのは非常にまあ重要になるからね。まあ私の力というものを見せてあげるよ。これ未来の飛翔がね、ゼロコステル打つことができるんかな、これ。あでもこれ、要はね、未来の飛翔は、3コステル打つことによって、このカードは、ちょ待てよ、このコスト何でだから、そういうことやろ、だから 3BB 回復するから、だからこの点とこの点が出るわけだ。この点は出ねえよ、 AB を通らないような接点なんだから、 AB を通るような接点を考えないと。ここはもうね、満月の方をいきます。やっぱ回復することにも利点っていうものをしっかりと得させることができる、これ強いからね。おーちゃん行くわよ、バーン、まずは1枚目、生き返るわ見ろ、糸がゴミのようだあ、受ける受けるんだよ、お前のやってることはよ。あ、はい、治癒の召喚師を、まずは1枚目、おい、誘導落露天元せよ、バンバラバンバンバンバラバンバン、ビーボービーボービーペーン、まずは1枚目、完璧すぎる受けるああ、しかもこの、なんやろ、そのコストが下がることで未来の秘書が1コステル打てるから、こう、打点子進化とかも終盤できるわけよ。強すぎるな、これは。
さあまたこのドラゴンミラーっていうことで、まあメランコリンアクアドロップスターはまあ結構強いカードやるけども入れ替えていこうか。でね、ディスカードドラゴンの強いところっていうのは、まあこれまあシャドバのその世界王者のまあコーチャーっていう人がいるんやけど、まあその人が作った構築っていうのもあって、こう今の環境で必要なものってお前ら何かわかるか。要は回復するという能力、わかる？おー怖いねー。お前体力バフドラゴンか。いや、こついにこの対戦相手でこうドラークを採用するバフドラゴン、おー体力バフドラゴンだ、シャキあー、これ、マンゲ、おー、いいね。マンゲの方が刺さらないかもしれないね、これね。おー。まあ、ここは PP をブーストしていこうか。なんかこの高校6、ね、高校のこの PP2 個ブーストすることで、このプレシオサウルスの汁。その猛攻というものは、いかなるものも、散別することはできない。気持ちいいおー、体力バフドラゴンなんて面白い構築を使ってくるじゃないか。だが私のこの構築はね、やっぱ世界王者が作った構築っていうのもあって、やっぱこの無限の回復力このね、回復できるという能力をね、しっかりと搭載してるんよね。ディスカードは本当にね、じわじわ詰めていく。まあ今結構そのランプドラゴン流行ってるけど、ランプに対してもものすごくこう、持久戦で戦えるから、すごいこう、おすすめの構築なよね。いいか？おー。なぁ？おー。小ざかしいな。こわっお前さ、無駄なあがきだということが、まだわかんねえのかよ。じゃったら見せてあげるぜ。まーずは一枚目。ねえ、おー。まあ、ここはね、もう詰めていっていいと思うんで、流動落動天元せよ。行くぞお前ら。行くぞお前ら。見てろよ。しっかりと見てろよ。どれいらないかっていうのを見ていかなあかんかな。おー。まずは一枚目。流動落動天元せよ。バンバラバンバンバンバラバンバンビーボービーボービー。はい。バンバラバンバンバンバラバンバンビーボービーボービー。はい、はい、はい。まあ未来の人もいらんかな。ああまずは一枚目。ああ生き返るわあーいいね。この打点を稼ぎつつバンバン詰めていく、このディスカードドラゴン本来の美しさ。しかも流動落動天元を捨てたの、まあ、やったので、この4点疾走というものを促していくと勝ちました。さあドラゴンミラーか。まあドラゴンはね、正直ね、今の環境一番多いと言っても過言ではない。やっぱりドラゴンを使ってなんやろな、こう買っていこうっていう人がすごい多いと思ってて、まあドラゴンは本当に多いからね。だからまあ逆のことを言えば、このドラゴンっていうクラスをメタル構築を使えば勝てるわけよ。で確か今これ1戦目2戦目ドラゴンやったやろ。で3戦目もドラゴンっていうことよ。つまりこのドラゴンをマスターすればよ、もうこの環境を支配したと言っても過言ではないわけよ。で私の今回使う構築はそのラスティナを採用しない。だから今までずっと言ってきてるけども、やっぱり、ね、変化球を投げていく、変化球を投げていくっていうことがすごい重要やって言ってるやろ。うん、かざかしだくらー。まあ私もニコースのカード出していないけどな。はっいいね。でこのドラゴニックコールっていうカードがめちゃくちゃ重要で、その必要なね、プレシオ潮吹きサウルスを、まあ、手札に行く。お前小賢しいな、夜間親父がよ。なんかこれプレシオサウルスを次のターン出すっていうのが強いから、まあ未来への主張は強いんやけども、まあここはねって感じはするよね。だがまあでもな、難しいとこやんね。プレシオサウルスはさっき出すのも強いけども、こういうとこちょっと難しいよね。あでも空打ちするのは良くないな。2枚ドローするか1枚ドローするけど、必要なカードを加えられるか必要なカードを加えられないかっていうのはもう天と地の差があるからね。次のターンにプレシオサウルスを出すのか、それともいらないカードが2枚加えられるのかって全然違うから、やっぱプレシオサウルスを安定的に呼ぶためにはドラゴニックコールというカードが必須なカードであるわけですよ。
だからこの点とこの点がつながるわけだ。 AB を通らないような接点をつなげて AB と CD ね、おーね、CD をパカパカする真剣究極奥義を見せていくわけですよ、ところてんのすけがよ。ね、まあ、さっきの試合とかもそうなんやけど、やっぱこの回復できるっていうのがやっぱ強いよね。まあ、今の環境この回復するっていうのが結構重要やと思ってて、まあ結構そういった意味ではこうね、20点以上にするためにこういうね、こういうさ、ラスティナみたいなカードが入ってるから、まあ今この回復の重要性っていうものが一番高い。だから今期のね、そのメインテーマじゃないけども、そのテーマのそのテーマリングっていうのはこの回復なんよね。こう理不尽なダメージを狙ってくる輩が多いから、やっぱそういうことを考えるならば回復をするっていうのはやっぱ重要なんよね。まずは1枚目いやばいやばいやばいやかんいいね6点受ける、お前受けるな、雑魚が雑種がよ。でね、これ回復めっちゃ入ってるから、見ろ、これ手札だけでも7点回復やからね。この低コストのカードでこう回復がいっぱいできる、いわゆる2コストか、こいつ出すだけで回復7できるから、こういうさ、なんやろな、異次元の強さを持ってるのがまあディスカードドラゴンだよね。だからこの今のこのランプドラゴンに対してめちゃくちゃ強いんよ。盤面を取りながら回復しながらこう打点を詰めていくっていう、こう相手にこう動きをね、こうさせないよね、いい動きを。そしてこのプレシオサイルスの大きな打点の前では何もできないじゃないか。雑魚ごときが俺様にな勝とうって考えること自体が無駄なあがきなんですよ。ああ、無駄なあがきなんですよ。ああ、地獄の猛火を見せてやるからよ。3,4,5,6,7いきたいかな。まあ、ドラゴニックコールとか使ってね、ここは面を整えていこうか。まずは1枚目。まずは2枚目。まずは3枚目。受ける。ああ、生き返るわ。見てこの相手に打点を与えながら、このなんやろね、しかもディスカードドラゴンでこう手札が減らないよね。まあ基本的にはこう増えていく構築やから、まあその1枚を捨てて2枚ドローとかね、要は増えていくんよね手札が。だからその今の環境にこうマッチングしてるという点ではかなり面白い構築やんね。もう2点のダメージ、要はラスティナとかさ、ゲオルギウスのダメージっていうのがマジでね、あの何の意味もない。小島よしおのね、汗水よりも弱いわ。何の意味もないったら何の意味もない、はい、何の意味もないったら何の意味もない、ほい。未来への飛翔は明日への架け橋となる。何の意味もないったら何の意味もない、バーン。まずは1枚目。このね、水曜日の竜使いもなかなか面白い効果を持っていて、メランコリンアクアドロップスター、バーン。お前に光線時の能力を発動させる。笑かしてくれるよ、本当に。いいね、この77残しながら22展開。いいね、しかも 10PP になるとプレッシャー、おー、気持ちいい。受けるんですよ、我が手のひらよ、ソーセージレジェンドは来たよ。まあ、そう簡単にこの俺様を倒せるって勘違いすんな、タコ。ロシアの竜、私のロシアンルーで、これ火力もね、めちゃくちゃ高いからね。そしてお前が10ターン目に13点のダメージを与えることは英語ありやしない真実なんだよ。だからね、このゼルガネアを入れてるっていうことも強いね。5点回復するってのはやっぱ強いよね。で、まあ PP が多い構築、お前そんで相手守りの体勢入ってくるやん。守りの体勢入ってくるな、石つぶてがよ。マルマインとスパークと石つぶてがよ。恥ずかしいな。滑稽だね。無駄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 。無駄なんですよ。あ、じゃあ見せてあげるよ。まあ、もう一度ね、まあ、ゼルガネ行こうか。我が手のひらよ、ソーセージレジェンドは来たり、バーン、気持ちいい。いいね。そしてラシアの竜行こうか。ラシアの竜、私のロシアンルーレットを見ろ、バーン。
いいね、この面をしっかりこう55と44っていうなかなかこう高いスタッツを取りつつやから、盤面を処理しながら打点詰めなあかんのよ。でも相手これ盤面を取るだけで結構俺苦戦すると思うよね。こういうね頭の構造の違いのねやっぱ強いところで、まあ終盤タクセンとかはいらないんやけど、こう普通のこうランプドラゴンとかやと、まあ、タクセンって邪魔なカードなよね。なんやけどこうプレシオサウルスを使うことによって邪魔なタクセンっていうカードをしっかりと墓地送りにしていくことができるわけよ。ウケるお前さ、ウケるなほんまに、さっきからウケるウケるなお前、ウケるー。おーでも結構打点詰めてくん、打点詰めるっていうかラスティラの能力によってね、うまいことやってくるね、うまい棒がよ。我が手のひらよ、ソーセージレジェンドは来たり、ペーン、おー気持ちいいあーじゃあまずはまあここ5点を食らってしまってあるけども、でもゼルガネアを攻撃するかどうかっていうのあるよね。これゼルガネア攻撃しつついこうか。さすがにゼルガネア攻撃すると負けるという暗示が食らっちゃうんで、ここはプレシオサウルスを無料進化まずは1枚目、いいね、この無限の回復力気持ちがいいね。おー気持ちがいいね。あーじゃあまずは竜の、助言をチュカってペーン、まずは1枚目。竜の助言というカードは無限にね、繋がっていくからね。ああ。だから1コスト他のカードを捨てるっていうのは、まあでも週末使うのか。だからこれ竜の助言を、まずは1枚目。そしてこの1コストになったカードは、ターン終了時に手札を捨てるを持つので、破壊されるんよね。まずは1枚目。手札がこう、8枚になるというこう利点をない、いや、手札が超過してるという利点をカバーしつつ、7のカードが2枚展開される。いいね。この巨漢スタッツが2枚並べていくってね。7×7×7×7 ですよ。49×49、40×1×49 は55億です。はい。しいな、お前ドレインできないからさ焦ってんじゃん、焦るなタコ。あーおー、なかなかやるなお前、なかなかこの俺様の構築に関して耐えてくるっての小賢しいな。なかなかやるじゃないか。だが世界はその程度で勝つことはできないぞよ。じゃあタクセンという邪魔なカードをまずは一番目行くのもありやけども、まあもう一つドラゴニックコールっていうのもあるけどね。まあここをどうするかやね。プレシオサウルス行くかっていうのもあるけど、まあ守護跳ねが強いから、まあこう行こうか。まずは1枚目。まずは1枚目。行くぞ、俺の動きというものはまだまだ続くからな。まずは1枚目。無限のシナジー効果の前にお前は恐れをなす。そしてお前はナスのヘタを食べるかのごとく地獄の終焉の猛火というものを受け切らなければならないんだよ。罪なき者なのに言わしない。まあここちょっと入れ替えていこうか。流動落動天元せよ、ベーン、まずは1枚目。まあここはね、まあ満下の方を出すのもありやけども、まあ次のターンね倒すっていうのを考えて、まあドラゴニックコールを打つっていうのも悪くないかもしれないね。まあここちょっと難しいとかやけども、まあここはでもドラゴニックコール行こうか。まあ面をこう強く取りながらっていうのはいけるかもしれないからね。まあ難しいとかやけどね。まあ満下の方を出すことによってこうドレインっていうか回復の素数目指すとは強いけども、まあ重要な使用カードになっていこうか。竜動、おー怖いねー。いいね。でもこれ絶対リーサルないから。まあ、ガンダゴーザっていうカードでも10点のダメージが狙えないからね。それかもうプレシオサウルスは3枚死んでるのか。だが次のターンぐらいがラストターンにはなりそうやね。まあ、この失踪能力がやっぱ強い。おー気持ちいい。お前、俺に対して気持ちいいことしてくるやんけ。いいかお前ら、いくらな、なんでもな、お前がその盤面を取ったとしても俺には勝てないということがまだわかんねえのかよ。だったら見せてあげるよ、本当の恐ろしさをな。まず竜の次元をチュカって、ベーンベーンベーン。受けるんだよお前のやってることはよ。ああこれね、でもカードを2枚引くっていうのがダメなんですよね。これ
要はカードを2枚引くという動きがダメなんですよ。わかるかお前らな。おーカードを2枚引くことは俺にはできねえから、おめえの席ねえからってなっちゃうから、わかるか。だからドローはだからそれできないから、だらだらじゃあおいじゃちょ無理だ。レジャーおいでじゃおいでおいでやかじおいでやすこうがおいでやすこうが、これね手札を1枚捨てて2枚引く、いやだからドローできないよねこれ。だからね、おだらどういう風にこれを倒していくのかっていうとこなんよね。おドラゴニックレイジをチュカってペーン。でねこれねこれね難しいとこやけど、まあ死後を張るしかないと思うよね。はんわり自分の手札1枚捨てて食らえるから、まあ自分の手札1枚捨てていくっていうことにしようか。あーまあ焦らないことが重要やからね、私に焦るという2文字はないんだよ、わかるかい。さあ決着の時は来たようだな。運命の呪しの歯車は回り出す。さあドラゴンクラスの力、あー